おはようございます。時事雄三です。時事雄三的な日々の世界。スタートします。まずスタートの前にですね、こういう格好をちょっとしてますからですね、この辺から説明していきたいと思います。アロワシャツです。このアロワシャツはですね、私の時事雄三のですね、YouTube によく出てきますですね、アメリカに住んの友達の計算のですね、商品です。ちょっと預かっておりましたからですね、一応ここにお金を置いときます。日本に来た時ですね、差し上げます。これをですね、一応500円で購入しましたからですね、アロワシャツですね、500円で購入したということで、こちら、日本に来られた時、差し上げます。ところで今日はですね、いつもと違ってこの、涼しい感じでですね、でスタートしております。と言いますのもですね、私が熊本市に住んでますけどね、熊本市もちょっと暑いですね。暑いですからですね、今この YouTube 投稿している部屋ですね、これは子供部屋だったんですけど、エアコンの方のですね、元の線を外しておりました。できるだけ電気代の節約ということでですね、まあ、他の部屋はですね、もうエアコンの電源をずっと差し込んだ状態だったんですけど、この部屋だけはですね、エアコンの電源をですね、コンセントから外しておりました。でももうこの状態ではですね、私もここでするのにはですね、ちょっとエアコンが必要だと思いましてですね、先ほどですね、エアコンのですね、コンセントを電源に差し込めましたからですね、まあ、1日ぐらい差し込んだ状態に置いとったがいいということですからですね、明日以降ですね、もうどうしても我慢できないときはですね、エアコン、クーラーの中でしたいと思います。まあ、そういうことでちょっと前置きが長くなりましたけどですね、まあ、アロハというところでスタートします。今日はですね、前回に引き続きましてですね、国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定書の発行についてのその2ということになります。本日がですね、2023年7月4日ですね、4日です。熊本市役所の方に行ってきましてですね、まあ、7月からですね、こちらがですね、申請できますからですね、早速今日、昨日3日に行く予定だったんですけど、3日が雨でですね、熊本県はですね、まあ、熊本市もですね、含めてものすごく豪雨でしたから、ちょっと出ていく機会を失いましてですね、今朝ちょっと行ってきました。とこちらにありますようにですね、限度額適用標準負担額減額認定ということですね、こちらをいただいてきました。これはですね、日付が見れば分かりますように、今日ちょっと発行してもらったんですけど、実際使われるのはですね、2023年の8月1日ということで、から使用できます。前も使用できないことはないということを言われたんですけど、まあ、私の場合は2023年8月1日から使おうと思います。ちょっと目の方がですね、ちょっと最近悪くてですね、 おそらくですね、眼科に行けばですね、白内障の度合いがですね、ある程度進んでるんじゃないかと思います。まあ、そういうことで、こちらがですね、8月1日から使えますから、8月にですね、眼科に行きまして白内障の手術をしたいというところでですね、まあ、そういう目的もありましてですね、こちらを今日行きましてですね、元市役所行けばですね、これはですね、もうちょっとすぐ発行できますからね、まあ、そういうことで今日いただいて帰りましたから、8月1日からですね、病院に行きたいというところですね。まあ、なぜこういうのをしたかというとですね、まあ、一番はですね、こちらです。
まあ、こちらがですね、令和5年度ですね、2022年のですね、市県民税がですね、こちらが私の場合はもうゼロゼロというところでですね、まあ、こちらに書いてありますようにですね、適用区分というのがありましてですね、ここに書いてありますね、低所得者1と低所得者2ですね。この低所得者というのはあまりですね、言ってもらいたくないんですけど、低所得者には間違いないというところですね。まあ、それで私の方は、私の区分は2になりますからね。2を説明しますとですね、まあ、病院の方がですね、まあ、私の場合はもう言いましたように眼科に行きますからね。眼科に行きましてですね、こちらに書いてありますようにですね、外来と入院とかがあります。ここに今書いてありますと、低所得者2の場合はですね、外来は約8000円です。それと外来と入院ですね、24,800円ということになります。これは世帯ということを書いてあります。まあ、こういうことでですね、令和ですね、5年度ですね、市県民税が金額がですね、ゼロの方はですね、こういう申請ができますからですね。だから前もってですね、先ほどのこちらのですね、認定証を持っていけば、私の場合外来で8000円でできますからね。まあ、そういうところも含めてですね、皆さんももしですね、そういうこういう申請をしていらっしゃらなければですね、ぜひされたらどうかというところですね。まあ、今日私はですね、これを済ませてきましたからですね。それとこれが使えるのが8月1日からということで、だからまあ7月のですね、後半ですね、私の場合は眼科ですからね、眼科の方に予約をしましてですね、8月には1回検査を行って、検査の後、あと手術日が決まるということなんですけどね。と私がですね、希望している眼科はですね、もう全てですね、日帰りということになってる眼科なんですよね。その病院は入院施設がありませんから、全部日帰りということで、日帰りだったらさっき見てもらいましたように8000円で済みますからね。もし差額がこうあった場合はですね、後からまた市役所行って請求ができます。その辺がですね、私がですね、今日行きまして係の方にこうしつこくちょっと質問して聞いたんですけど、私の質問が悪かったのかもしれません。それと私が理解できなかったかもしれませんけど、最終的にはどうなるのかということで分かりませんでした。向こうの担当者とすればですね、いつもしていらっしゃるからですね、もう本当私の初心者、全然知識がない人の質問がまた逆に理解できないのかもしれませんね。係の方にしつこく聞いたんですけど、3回ぐらい同じ質問したんですけど、最終的には私自身ですね、分かったようで分からないような感覚で帰りました。だから2023年ですね、8月病院に行けばどうなってるか分かりますからね。どちらにしても先ほどの金額以上はですね、一時出し替えたとしてもですね、返金がありますからね。そういうところで今日はですね、国民健康保険限度額適用標準負担額減額認定書の発行手続きをしてきたということで終わります。もうそういうことで終わります。最後になりますけどね、せっかくちょっとこちらに食べ物を用意しております。こういうのをですね、私が甘いのを大好きでですね、最近はですねちょっと控えていたんですけど、今日ですね、食料品をですね買いったついでにですね、こういう甘いものがですね、
天外で売っておりましたからですね、そこでですね、何種類かこうありましたけどですね、まあ京都のお菓子だということですね、まあ領収書を見たら京都じゃないみたいだったんですけどね、まあ京都のお土産ということで塩まんじゅうですね、これが私が大好きでですね、まあ今日はですね、これがあるから喋ってるような感じなんですけどね、これを食べながらお別れ したいと思います。見た目もこう美味しそうですからね、こういう感じですね、ふわっとしてですね、後ろがこしあんが入ってます、こういう感じで、そうですね、横にはいつも飲むコーヒーも用意しております、これを飲みながらお別れしたいと思います。まあそれとですね、いつものお願いなんですけどですね、チャンネル登録もですね、ぜひよろしくお願いします。で、他の方にもぜひ進めていただければありがたいと思います。まあそういうことで、この京都の塩まんじゅうを食べながらお別れしたいと思います。本当、今日はありがとうございました。うまい。それと次回からですね、もう夏ということでこのアロワシャツでですね投稿していきたいと思います。そういうことで今日もですね長々と聞いていただきましてありがとうございました。それではまんじゅうおよびコーヒーを飲みながらお別れしたいと思います。ありがとうございます。